はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はダイソーさんでお買い物をしてきたいのでお買い物をしてきたので紹介していこうと思います。まずはですね、はい、こちらの刺繍糸、パステルカラーの12から入っているものですね。角約8メートル入ってます。でこれね、最近こういろんな YouTuber さんがこの刺繍糸を使って編み物をされているのを見て、ちょっとね、私も真似っこどんどんしてみたいなと思って買ってきました。でこれは動画にしてもいいのかな、どうなんだろう。まあ糸をファンが溶けた糸だけなので、編み方は全く違う編み方っていうかね、もう本当に単純に細編みとかでバーッと編んでいっちゃおうかなと思ったので、まあ当たり障りのない感じに編んでいこうかなと思います。はい、で続いてがこちらですね。これも刺繍糸のグリッターカラー。本当はねこっちのねグリッターカラーじゃなくって、パステルカラー、こういう感じの、刺繍糸がね、欲しかったんですけど、ちょっとこのグリッターカラーしかなかったんですよ。6カラー入っていて、これはね、4メートル、各 4メートルですね。しか入っていないものですね。これもね、ちょっと編み物で使っていきたいなと思って買ってきました。で、これなんですけど、これ可愛かったんですよ。キティちゃんのファスナーなんです。ここがキティちゃんになってるんですよ、ファスナーが。可愛くないです？で、これ20センチのファスナーなので、編み物にしては、すごく、大きめ？だいたい16センチとか、くらいのファスナーだと、編み物ってこう、編んだ時の大きさが、ちょうどいいんですね。で、20センチになると、もう本当にちょっと大きいので、こう、編んでいった時に気合が必要なんですよ、こう高さを出す時。でもね、このキティちゃんが可愛くって、これはね、ご紹介した後にチャレンジ しなきゃと思って買ってきちゃいました。ほら、この茶色と白のセットしかなかったので、これをね買ってきたんですけど、可愛くないですか、これ。こんな感じで普通のファスナーで、これね、ここ手入れて引っ張れるので、まあ楽っちゃ楽な感じなんですよ。これをねちょっと使って何か作品をができたらなと思って買ってきてみました。こちらですね。でダイソーさんでたくさんね、たくさんっていうかシリーズで出ていた新作を購入してきたので、ご紹介していこうかなと思います。はい、こちらジップバッグのトランプというものです。このシリーズともう一個違うシリーズがあったんですけど、こっちのシリーズをね買ってきましたこれは10枚入りのジップバッグですね。可愛いんですよ、何せ。なんかそんなに派手じゃなくって、ジップバッグ、トランプ10枚ですね。ほら、派手じゃなくって、これはちょっと赤が入っているので、すごく可愛い感じなんですけども、なんかね、ガラガラしてるようで、ちょっとシンプルなようで、で今までこういうのって、こういう柄ってねちょっとなかった感じ気がするので、買ってきてみました。可愛いですよね。これもね、ここがこう硬い感じに、で手前はこの英字だけですね。でクリアな透明ですね。で後ろ側にこう模様が行く感じですね。これもねすごく可愛いんですよね。
こういう感じで物を入れてみるとこんな感じになります。可愛いですよね。はい。でこれのトランプ柄とあとね違うのはねこうちょっと夢川系だったかな、なんかねちょっと違う感じだったんですよ。で続いてがこちらですね、フレークシールトランプ48ピース入っているものになります。もう入れ物からしてこれちょっと可愛いんですよね、黒で。で3デザインが8ピースで8デザインが3ピースなんだろうか。どうなんでしょうね。これが入っているらしいんですけど、でこんな感じ。あ、こっちのちっちゃい方がこれね、このちっちゃい方が3枚ずつ入ってるっていうことですね。うん、このこれもね3枚ずつ入ってますね。可愛くないですかこれ。こんな感じでほらハートでこれスペード、あの使いやすいと思います。このちっちゃさもあるんですけど、このねシンプルな感じですごく使いやすいんじゃないかなと思います。この箱押しされていてこうキラキラするんですよ。これもまた可愛いですよね、ほらな感じで。でこっちがね8枚入ってるのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、こっちの大きい方が8枚入ってますね。猫ちゃんのと、かわいい。これあのトランプ2枚重なったような感じになってますね。かわいいです。でこれはねトランプがほら3枚重なったような感じ、こんな感じ。かわいいですよね。この色もねかわいい、ほらこんな感じでね。でフレークシールは今戻しますけど、あの私の収納がすごくフレークシールに関しては雑なので、ちょっとこれはね最後までしまわずにこのままで置いときますね。で続いてがですねこちらです、ミニレターセットのトランプ、ほらかわいいですよね。便箋が10枚で封筒が5枚でシールが5枚ですね。こんな感じで可愛いですね。いや久しぶりにね、あの自分にこうが自分がこううわ可愛いって思う、まあ全部可愛いとは思うんですけど、あの種類をね全種類を1個ずつっていう感じになったのは久しぶりですね。でこれはね可愛い。はい、このね封筒はトレーシングペーパーですね。封筒になってトレーシングペーパーになっていて、この便箋がこんな感じで可愛いですね。でこれ半分にこのまま折っちゃっていいんですかね。半分に折って、入れてあげるとこんな感じで見えるみたいですね。かわいいです。こんな感じ。で、シールがですね、この王冠が1枚、で、ハートが1枚。
っていう感じで、全部ね、一つずつ柄が違いますね。5枚。これもまた可愛いですね。For you って書いてあります、全部に。で、これがミニレターセットですね。これはちょっと戻しておきましょう。で、続いてがこちらになります。ダイカットクリップ、紙箱付きトランプ。これね、このトランプの、これは1種類だけだったんですよ。で、他の種類で何種類か出てました。これはね、トランプです。8個入りのクリップですね。はい、こんな感じですね。ダイカットクリップトランプ、かわいいですよね。箱がね、こういうちっちゃい、マッチ箱よりもちょっと大きい、マッチ箱より大きい感じ、こんな感じで箱がついてますね、うん、こんな感じのねクリップです。で、これはね、紙じゃなくって、こうちゃんと硬い素材でね、できてるクリップで、かわいいですね。ちょっと。こんな感じで、止まるみたいです。で、これね、止めるところちょっと浅めな感じがするんですよ。まあ、きっちり奥まで入れてあげれば止まるんですけど、少しね、止めるところ浅めで、もしかするとこう、ここ出てる分ね、引っかかってこう取れちゃうかもしれないので、気をつけて使わなきゃダメですね。で、最後がこちら。マスキングテープですね。トランプ。マスキングテープはね、こちら1種類だけでしたね。金箔推しのゴージャスで可愛いマスキングテープ、こんな感じですね。これは15ミリ幅で4メートル入ってるものだそうです。なんかマスキングテープ久しぶりに買ったかな。そろそろね、コメントいただいていたマスキングテープ、持っているもののね、紹介っていうことでやってみようかなと思っているところですね、はい、こんな感じです。で、ちょっと粘着が、紙に貼ったらいいのかな。でもね、もしかすると剥がれてくるような感じかもしれないですね。少し粘着が弱い感じがします。でもね、箔押しですごくキラキラしていて可愛いですね。もう伸ばすときもほら、スルーっと、スルーっと伸びていく。これもね、手帳に貼って使っていこうと思います。かわいいですね。はい。で、今日の購入品は以上です。すべてになります。何かね、やってほしいことがあったりとか、こう、まあ私が買っていない新作っていうかね、商品があったりとかしたら、コメントの方から教えていただければありがたいなと思います。はい。今日もですね、楽しかったよって思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価の方をお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、コメントの方もね、お待ちしているので、コメントの方も覗きに行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。